はい、青春秘密基地アワーです。今回紹介するのは GC04 コンチョ付き先金特大フェザーの方をレビューしていきたいと思います。と言ってもね、こんなフェザー見たこともないですし、もちろんね聞いたこともないような勝手な特大フェザーなんですけれども、これねちょっとね側面を見てもらうとわかるんですけれども、貼っちゃってます。こんな感じで、今回ねネタ不足というわけではないんですけれども、こちらのね GC04 コンチョの方がちょっとね絶妙な大きさだったので、ちょっと遊び心でコンチョの方を最近フェザーの方に両面テープで貼り付けているので、もちろんねこういった商品の方はゴローズの方では販売されていません。なのでゴローズの新作アイテムというわけではもちろんないんですけれども、ちょっとね温かい目で見ていただけたらなと思います。こちら巾着の方についていたコンチョなんですけれども、このコンチョの方がねちょうどねこのね特大フェザーの方にぴったりといったような感じだったので、ちょっとね両面テープで付けてみたんですけれども、まあちょっとねこちらをね上金フェザーと並べてみましょう。割とね隣同士に並べてみても割とバランスが良くてね、そこまで違和感はないんじゃないかなと個人的に思うんですけれども、で隣にね銀爪の方も並べてみました。なんかね意外と自然と馴染んでいるんじゃないかなといったような感じもするんですけれども、なんかちょっとね若干違和感少なめな感じで、なんか見れば見るほど馴染んできたのかなと、なんとなく同化してるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんはねどう思われますかね。まあもちろんねこういった商品はないので、横から見るとねもうとんでもなくね思いっきりね両面テープでくっつけられているといった感じなんですけれども、真上から見るとね、まあ、若干ちょっとねいびつな感じはするんですけれども、角度によってはそれっぽく見えるのかなと。まあゴローズの商品なんですけれども、ゴローさんがねいなくなってから全くもってね新作が出ていないかというと、そういうわけではなくて、多少のね叩き方のマイナーチェンジや、ちょっとね今回はねゴローズの新作について冒頭の方では遊び心でコンチョ付き特大フェザーといったような感じで紹介してみたんですけれども、やはりね細かいキャストの違いやマイナーチェンジなんかもゴローズの中ではね様々繰り返されているので、そういったところでね新作とまではいかないにしても様々変化の方があります。以前に発売されたゴローズバイブルの方にも、バイブルがね発売された時に新作の方が掲載されています。新作と言いましても革ブレス関係が記載されていました。革ブレスというとやはりコンチョの付け方とか幅とかね様々なバリエーションが存在するので、そういったバリエーションの違いから今期の新作として発売されることもあります。また少し前に発売された GQ の雑誌の方にも新作のコンチョブレスの方が掲載されていました。そういった面では定番のアイテムが多いんですけれども、飽きることなくねゴローズの方に通えばまたね新しい新作アイテムに出くわすこともあるんじゃないかなと思います。とはいえゴローさんが手掛けたものが現在もね支持し続けられているということはすごいことですよね。その当時作られたデザインのフェザーや様々なアイテムなんですけれども、時代を経て色褪せることなく現在もね様々な形で新作として発売されることもそうですし、それだけのねバリエーションをゴローさんがねデザインして手掛けたというものが今なお幅広い年齢層と様々な人からね支持され続けているということは、やはりねデザインがね優れていて人を魅了する力があるんじゃないかなと思います。で実際こちら撮ってみると先金フェザーの方になっています。やっぱり先金フェザーというと最も人気が高い特大フェザーと言ってもいいんじゃないかなと思います。それだけ多くの人からね支持され続けて、やはりこちらの陰と陽のバランスが素晴らしいんじゃないかなと個人的にも感じます。といった感じで今回は先金フェザーに GC04 コンチョの方をつけてみて、ちょっとね緩い感じで新作についてお話ししてみたんですけれども、そういったことからもねコンチョブレスに関してはバリエーションも豊富なので、今後もね楽しみなアイテムの一つになるんじゃないかなと思います。といった感じで今回はちょっとね皆さんをね驚かせてしまったかもしれないんですけれども、サムネイルの状態ではねとんでもないパッチモンを出してきたなといった感じがあったかもしれないんですが、今後もねバリエーションによっては様々な新作アイテムの方も発売されるかと思うと、今後のゴローズの方にもね期待と楽しみの方が膨らみますね。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。